はい、霊視研究家ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。はい、ムイです。はい、難しい漢字の穂の難しい漢字の竜を書いて尻尾の尾を書いて辰尾神社、神社行こう、神社行こうというかパワースポット探そうっていう中で、ある程度ね、あの画像検索ぐらいはするんですよ。何々神社っていうのを見て、あのちゃんと建物があるか、たまになんかもう建物もろくにないような神社があっては困るので、で写真見て、あ良さそうな神社っていうぐらいのところは調べていくんですが、ここはすごい、もうすごい写真を見てこれは行かなきゃって無意が思うレベル。あの完全にその撮影目的、これはすごいです撮影目的をぶれて無意のなんていうのわがままになるんだけど、これはこのパワースポットは俺は行くべきだと俺は判断しました。まあこいつの言ってることは多分さ歴史上系のものだろうなっていう。いやもうね、歴史の人物の誰より有名だよ、下手すると田中角栄かよりも有名かな、マイケル・ジャクソンなぜ日本の神社でいやあ、分かった、はい、三船敏郎よりも有名かな。いや、黒沢明。もう、彼を知らないこと、人は日本人にはおらんじゃろうぐらいの。誰だろう。孫悟空。あー、でも知名度はどっちの方が上なんだろう。え、誰だろう。誰だろうな。でもマジに孫悟空。キンプリ。みんな知ってるやん、キンプリ。大丈夫、無理は知らん。そう。というわけでね、行きましょう。行きましょう。わかった。ホイットニー・ヒューストン。俺がそれを見て、これはすごい行く気になるって、ならんでしょ。そう。携帯見てさ、その、あ、ここの神社いいわ、ホイットニー・ヒューストンがあるってさ、それはわがままが過ぎるわ。ワムだったら来るけどな、俺。まあとりあえず行ってみようか。竜へでどこまで入れるかどうかっていう文字があるから、あ関係ないです。坂本龍馬龍馬なんだよな。本当もうそっからも歴史分かってねえ男やね俺。もうバカ丸出しやん。行ってみようか。はい、行きましょう。さあ今からムイ君が一生懸命、いやもう ここ来たくて俺は今回の旅プランしたと言っても過言ではないよ。そう、では、辰尾神社でございます。階段がやばいです。はあ、行きましょうか。はい。お魚くわえたドラネコ。ああ、いい風が吹くね、ここ。おっと、わお、やっぱりすごいパワースポットですか。いいね。パワースポットとしてすごいです。すごいな、ここ。ああ、やっぱり力あるんだな、あれは。あれは。へえ。うん。ここのなんていうの、パワーもすごいですけど、見た感じのパワーも。画面に収めて。足のパワーがいるな、おい。はい、あのね、こんなとこばっかをさ、探し来てさ、年寄りをいじめるんすよ。わかりますか、これ。いや、これは想定外だわ。これ、この階段。数えながら行きますかい。うっぜー階段。エスカレーターねえのか、ここ本当に。ああ、どうにあいつ悪いわけだ。マスクや。車で来れるじゃねえか、ここ。こんなパワースポットありますまい。はい。これはカツオじゃなかった。僕ドラ息子です。こんなパワースポットあるだって。あれ、あらへんやろ。もうただの住職の趣味だろこれ。え、俺こんなんために来たの。何言ってるの、すごいよ。マジか。
俺はテンション爆上がってる。何これのために俺何かあのクソ階段登ってきたの。そうこれこんなんテレビで見れるやん。上手に掘ったな。こっち写真撮っとこう。はい、皆さん、いやもう一番のパワースポットでしょ。何のパワーやろね。え、何でも願いが叶う。これによって、これによって。いや、これは人をダメにするパワースポットや。うん、道具で何でも人を助けようというダメにする人間、人間をダメにするロボットや。うん、でしょ。努力というものをさせないから。科学の結晶っていう努力の塊よ、存在は。だけど人をダメにする。何言ってるの。科学の結晶は人類を楽にするためにあるんでしょ。科学の結晶を人のいたずらにして使っているという。うん、まあ、科学の慣れの果ては多分これだよ。これのためよ俺。あの階段登ってきたのも。さて、真面目にパワースポット探そうか。うん、だいぶもうエネルギー持って帰ったでしょ。ちなみにこのトラちゃんはパワースポット足りえますか。すみません。ただのお客の寄せ集め。もう歩き疲れた俺。歩き疲れた。なんやろ。あ、何も感じませんか。あ、ここ、うん、なんか感じるのあんた。いいえ、もうこれムイ君の企画だよ。そうだよ。いやもう満足だよ俺は。満足だよ俺は。ぶっ殺したる。いやあのね、心霊スポット外しまくってたら多分ここに来ないでもっと別の心霊スポット行くの優先してたけど、一発目でいいの聞けたからここ来る余裕ができたなってことで。うるせえ、こんな何階段おめえ。車で来れたようなとこ。リフレインネッシャンネッシュ。神社系列に見て来て初めて聞いてる。たちは初めてお焚き上げなる場所がありますけれど、300円もするの。この人形供養したいですよね。人形供養してくださいって言ったら供養するけど、俺燃やさないよ。 CO2 出さないもん俺は。どうする人形を。きれいに掃除して中をきれいにしてもう一回飾ってやったってくださいっていうの。あ、かわいそうじゃん。ずっとおってもういらなくなったから捨てるなんて。その子はずっとその家を見てきた子なんだよ。確かに。うん、僕の知ってる人でもそうでしょ。人形捨てようと思ったけど、いや捨てないで、おらっしゃってって。へえ。あんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど。早く探せよ。そのパワースポットっていうところ。さっぱりだね。通った。は、通った。どっかにはあるんだな。じゃあなかなか難しいな、やっぱな。だけはさて、わかりませんね。いいやん、これでパワースポットにしとけば。いや、一番のパワースポットこれだと思うよ。そう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 、階段を苦しく登ってきた時にこれを見えた瞬間にホッとするんじゃない、みんな。でパワーもらえるじゃない。俺はテンション爆上がったけどね。うん、はい、ムイ君が選んだ、パワースポットはドラえもんの銅像。銅像、立派なものです。銅像じゃねえな、石像だな、石やで。やっぱ同じなのかな。上手に作ったるな、しかし。へえ。なんでこんなとこに置いてあるの。その、なんでかは書いてないの。
神社にドラえもんの石像を置いている理由は特にないそうですが、有名なドラえもんの石像は参拝者さんたちにとても好評だとか。辰夫神社の近所では有名なようで、子供たちの間ではドラえもん神社と呼ばれることがあるそうです。ドラジン。さて、そんなドラちゃんのいるドラえもん神社ですが、はい、パワースポットでドラちゃんでしましょう。もうムイ君が言うからもう間違いないです。はい、いいんですかそれで。いいんじゃない。いや、これ一番のパワースポットだよこんなの。そうだよ、あの霊感なくても見えるもん、うん。こんな分かりやすいパワーもらえる存在ないよ。ないよね。どういうパワーがもらえるか知らんけど俺は。さあ、うん、答え合わせとしましょうか。何を。パワースポットの。パワースポット答えするのこれ。いいやんドラちゃんで。もうさ、全部エネルギー持ってかれてるじゃん。もうこのドラえもんでいいやんこれ。これさっきの心霊スポットでスタミナ散々持ってかれて、ドラえもんで最後の記録を持ってかれたか。ドラちゃんの目がカタチンバなんです。なんかブラシで拭いてやりたい、かわいそうなドラちゃん。ああはい、ドラちゃんで終わりです。はい、おしまいです。おしまいです。何、パワースポット紹介しちゃっていいかい。ドラちゃんみたいなもういいよ。